車両の機能をすべてご利用いただくには、お使いのアウディ正規ディーラーまたはご自身にてユーザー認証を行っていただきます。セーフティー&サービス機能をご使用いただくにはユーザー認証が必要です。アウディ正規ディーラーでマイアウディ登録の申し込みをされるとメールが届きます。メール内の登録の承認を選択し、メールアドレスと生年月日を入力。メールにて受信したバリデーションコードを入力。マイアウディログイン用パスワードを設定。入力後、本登録するを選択。4桁のピンを設定。アプリによるドアの施錠、解錠機能などを利用する際はピンが必要です。利用規約に同意し、保存するを選択。お客様ご自身でマイアウディのアクティベーションを行っていただくことも可能です。アップストアまたは Google プレイでマイアウディをダウンロード。登録するを選択し、必要項目を入力。入力後、保存するを選択し、確認用のメールを受信。アプリでの登録を完了する、またはマイアウディに本登録するのいずれかを選択し、登録を完了。車体番号をアプリで登録。セーフティー&サービス搭載車両の場合、ユーザー認証のプロセスが始まります。個人情報を入力、4桁のピンを設定。アプリによるドアの施錠、解錠機能などを利用する際はピンが必要です。ドラッグダウンでアウディ正規ディーラーでの認証を選択。マイアウディより受信したメールに記載された契約 ID を担当アウディ正規ディーラーまでお持ちください。ドラッグダウンで携帯電話番号を選択。電話番号を入力、利用規約に同意し認証するを選択。6桁の M 単コードを入力、確認ボタンで認証完了。アウディコネクトユーザー管理を選択し、メインユーザーを設定。マイアウディユーザー名とパスワードを入力し、ログイン。ユーザー、メインユーザーの設定を選択。ユーザー名と10桁の車両コードを入力。車両コードは鍵に付属するプラスチック製キータグに記載されています。スクラッチを削ると車両コードを確認できます。メインユーザーとして登録され、マイアウディの機能をご利用いただけるようになります。サブユーザーの追加はマイアウディアプリにて行います。MMI のバージョンによっては、ログイン時の手順が変わる場合があります。MMI デュオロジック搭載車両の場合は、MMI メニューの構造が異なります。また、マイアウディアプリにてご確認いただける8桁のマイアウディピンでもログイン可能です。詳しくは、車載オーナーズマニュアルをご確認ください。